品川コンテナ不当は東京港のコンテナ不当の一つである。軽流数922隻、総トン数702万655トン、貨物取扱量388万2781トン。品川シーティとも、品川コンテナ不当は1967年に供用開始した日本初のコンテナ不当である。品川コンテナ不当には、 南北745メートルの岩壁があり、南から SCSDSESF と呼ばれる4つのバースが設けられている。そのうち南の3つのバースには、レール上に13列対応のガントリークレーンが3機と12列対応のガントリークレーンが1機備わっている。このクレーンはトラックやストラドルキャリアが運んできたコンテナを1つずつ持ち上げて、 海側に最大40メートル移動し、パナマックスの貨物船の甲板に横に12列から13列置き、上にも何段か積み上げる。一箇所が終わったら、クレーンはレール上を移動して、隣で積み込みを行う。クレーンの後ろはコンテナ置き場になっている。南の2つのバースのコンテナ置き場の中央には海に向かって通路があり、通路の左右には、 コンセント付きの冷凍コンテナ置き場が設けられている。北の2つのバースは、バースの間に共用の通路があり、左右に冷凍コンテナ置き場が設けられている。一番北のバースはクレーンがなく、外房雑貨不頭になっている。岸壁のコンテナ置き場の西側にはもう一列のコンテナ置き場があり、全体でドライコンテナを5598個。 リーファーコンテナを272口置くことができる。2012年に品川コンテナ不当に係留した船は922隻であり、そのうち84%が輸出入の船だった。品川コンテナ不当は総トン数1万5000トン級の船に対応しているが、寄行する外交船の大きさは平均8856トンで1ヶ月の平均係留数は65隻である。 取り扱ったコンテナ数は429,499個であり95、95%が輸出入である。一方、2013年の入港船舶数は外百848隻、内百134隻の計982隻であった。同年の貨物取り扱い量は外貌4188,341トン、内貌1 0百2 5 4トンの 計4 2 8 8 5 9 5トンで外貌貨物が大半を占めている。品川コンテナ頭に寄港する船舶は韓国航路が最も多く中国とその他のアジアが並ぶ。公共コンテナ頭として当初は東京都が管理、運営を行ってきたが2009年から東京港頭株式会社が管理している。品川コンテナ頭の隣には 大井コンテナ不当、対岸は、お台場、大見コンテナ不当がある。品川コンテナ不当の地下には、東京臨海高速鉄道臨海線が走っており、品川不当分岐部信号場がある。ありがとうございます。